神戸第一高等学校は、兵庫県神戸市中央区吹合町にある、私立高等学校。旧神戸塩原女子高等学校。生徒数の減少から2000年度より、男女共学となり、同時に、校名も、すばるが、岡学園、神戸第一高等学校へと変更された。同校遠望西キャンパス本校では、完全週一課制を実施している。また、 在学中では様々な資格の取得を進め、目標に向かって自ら学ぼうとする意欲を養う活動をしている。また、ボランティア活動やスポーツ、文化芸術活動などの活動も評価されている。海外研修制度がある。表彰制度がある。情報処理実習室、調理実習室や介護実習室など専門教科の実習が完備されており、校舎が 山の形状に合わせ作られているため、各校舎は一つの敷地内に集められておらず、行動に面している。そのため、移動時には行動を通行することになる。出身中学校の所在地は、神戸市が最も多いが、明石市、姫路市、南淡路市、過去郡などの兵庫県内の遠方地域からも入学している。能力試験については、国、数、 A から1教科だけ選択して受験する。小論文と面接がある。普通科以外のコースでは、各種資格取得のためのカリキュラムが設定されている。また、授業後は、放課後補習が行われており、各教科は、おおむね、2単位で設定される。などなど、神戸塩原女子高等学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。